一番行きたいところは。でも本当にインドネシアとか。バリ島。行ってみたい。そうですよ、バリ島めちゃ綺麗ですよ。Actress and singer. Singer. Yes, and runway model. もう、just a little.ちょっとだけやってます。ちっちゃい頃の夢はありますか？ちっちゃい頃は、kembali lagi dengan saya Rizal di channel Rizal Jamatannya, dan di video kali ini kita sedang bersama. Hai. Hello everyone. What's your name? My name is Hana Haruhi. Hana Haruhi さんですね。Haruhi Hana です。よろしくお願いします。お願いします。今からはどこ行きますか？今からカフェでちょっとお話をしたいです。So let's go. Let's go. はじめまして、うん、そうですね、はじめまして、はじめまして、その名前はリゼル、リゼルさん、はい、花、春日、花、花、花さんでいいですか、うんうんうん、趣味とかは、あ、趣味は映画を見ることが好きです。映画ですか、どんな映画好きですか？結構でも洋画見ます。海外 の映画を見ることがすごい好きです。ディズニーが大好きです。ディズニーが韓国のドラマとかも、見ます。本当ですか？あ、でも最近だと今私たちの学校はとか、ゾンビのやつとか、あと新幹線、あれか、トレイントブサン、そう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 、あとはまあイテウォンクラス、イテウォンめっちゃいいです、大好き。待ってます。私も見ましたよ。音楽とかは？音楽は歌うことが好きです。そうですか。楽器も弾けますか？楽器は口笛が得意です。あ、そうなんですか。リップ、なんて言うんだろう、口笛って、これなんて言うんだろう、わかんない。リップソング、リップソング、そうなんですか。じゃあ最近の韓国のドラマは？韓国のドラマ最近だと何見るかな。なんだろう。え、逆に何見ますか？最近はタイトルは覚えてないんだけど、ロマンスコメディが好き。ああ、なんか面白いことがあるから。コメディだと、フレンズとか。見てないね。外国のあのビッグバンセオリーとか、あとディズニーのスイートライフとか。好き。めっちゃ好きです。海外のアニメーションとかドラマとか映画がすごく好きで、将来は海外に行きたい。あ、そうなんだ。一番行きたいところは？でも本当にインドネシアとか、はい、台湾とかカンボジアとか、そっちに行きたくて。インドネシアに行ったらおすすめのところはバリ島。行ってみたい。そうですよ、バリ島めちゃ綺麗ですよ。行ったことはありますか？バリ島、見せろ。インドネシアに住んでるとバリ島は日本でいう沖縄みたいな感じですか？そうですよ。いいな、行ってみたい。バリでなんかめっちゃ海が綺麗だし、ところもいっぱい、綺麗なところもいっぱいあるし、すごい行ってみたいです。もうネットでいっぱい見てます。本当ですか？嬉しい。バリかセブンに行きたいってずっと思ってた。食べ物、好きな食べ物とか？あ、でもパンがすごい好きだから、海外旅行もよく行くんですけど、中華料理は好きです。結構中華料理、あとギリシャ料理、あとは
あのドバイにこの前行ってきて、ドバイ、ドバイ、おすごいですね。そこでの料理はすごく口に合いました。うん、私も行きたかったな。でもまだ行ってないね。あ、本当ですか。どのぐらい時間がかかりますか、ここからは。10時間ぐらい、11時間ぐらい。結構遠いね。インドネシアだと羽田からは8時間。あー、でも8時間かかる。インドネシアは行ったことないから。ぜひ行ってみてください。何やってますか今。今は役者、アクトレス。おー、すごいですね。すごいですよ。アクトレス and シンガー。シンガー。 Yes. And ランウェイモデル。もう、just a little、ちょっとだけやってます。アクチュスだと、なんか、ムービーとか。そう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 、ムービー。テレビも出てます。ムービー and YouTube。YouTube? うん。すごいですね。ありがとうございます。アクチュース、シンガー and YouTuber。Yeah, yeah, yes. Yeah. 他は？他は、なんだろう。Instagram? Instagrammer?ちょっとインフルエンサー。いや、ちょっとだけ、ちょっとだけ。本当に、すごいよ、フォロワーが1万2000人。でも、もうリセルトの方が多い。でも、すごいですよ、いろいろやってますので。もともと写真を撮られることが嫌いだったんですよ。そうなんですか。もう大嫌いで、今もそんなに得意じゃないから、あんまり笑顔の写真が少ないんですけど。そう、でもなんか目が強いって言われることが多くて、目をすごい強調した写真を載せるようになったらフォロワーさんが増えました。暇な時は何やってますか。でも映画を見たりとか、あとはカフェに行って、おしゃれなコーヒーを飲むこととか。そう、イエス。大好きです。私も。あとは、お菓子作りが好き。ホームメイドクッキング。どんなお菓子ですか。もうケーキ、ケーキ、クッキー、ジャパニーズ和食。和食めちゃめちゃ作ります。あとパンが好きだからパンこねます。すごい。そんなこともできるんだ。得意。すごいすごい。本当に嬉しい。ドバイ、ジャカルタもあるんだ。ジャカルタはインドネシアの、なんだろう、東京みたい。あ、ジャカルタ首都？首都？あ、東京みたい。そうそうそう。へえ。インドネシアなんだ、ジャカルタって。そうです。へえ、知らなかった。シンガポールか、バンコク、上海、東京。東京。へえ。そうなんだ。なんか。ジャカルタとか、そっちのコーヒーは甘いイメージがあります。そうですね。そう、すごく甘い。そう思う。そうそう。だから、日本に来た時に、初めて来た時に、びっくりしたよ。苦くて。苦くて。飲めますか？これ。今は飲めます。もう、慣れてるから。慣れてる。そう、ドバイに行った時に、すごく甘いコーヒーが出てきて、もう、すごい量のお砂糖が入ってた。びっくりして。それとケーキと一緒に食べたりするから、向こうの人は。こんな甘々でどうして食べれるの。そうですね、助かります。そうそう、びっくりしました。そうですね。で、びっくりしたのは、もう日本はめっちゃ寒い。寒い。あー、確かに。インドネシアはずっと暑いから。平均どれぐらいの気温ですか。30? 30? 日本だともう真夏。そうですね。すごい。もう別の町は別なんですけども、このところ多分28とか25とかもある。冬でも。冬がない。わお。わお。じゃあ雪を見たのは日本で初めてです。そうです、そうです。わー、すごい。信じられない。でも羨ましい。私は寒いと暑いだったら暑い方が得意だから。あ、そうなんですか。私は寒いのが本当。まあちょっと苦しいな。雪とか寒いだけでもうお家出るのやめようって思っちゃう。そうなんですね。
ちっちゃい頃の夢はあります。ちっちゃい頃は、何か役者とかそういう職業を知らなかったから、何か世の中でリーダーになりたいと思ってた。何か外に出て表現したいっていう思っててずっと。だから昔は一番最初の夢は絵描きになりたかった。絵描くの下手なのに。でも今は？もうダメよ。本当ですか？ピカソ、ピカソ。でも絵は下手だけど、うん、何かで表現をしたいって思ってたから、自分のことをすごく。今はそれが役者として、アクトレスとして、うん、ムービーだったり、うん、YouTube だったりで発信していく側になった。すごいですね。今年叶えたいことはありますか？今年は注目の役者として、日本の注目する役者としてメディアに出たい。もうバズりたい。もっと、インスタグラムだったら10万人フォロワー行きたいし、 YouTube も1万人行きたい。 YouTube は今1000人ちょっと、1万人行きたい。ぜひ皆さん登録してください。登録してください。TikTok もやってます。 TikTok はやり方がわからないんです。私も本当に下手くそで、機械音痴。私もそうなんです。本当ですか？いやいやいや、でも最近やってびっくりしたよ。なんかこんなすごいなと思って。 TikTok もまだ1ヶ月ぐらいなんだけど、すごい、8万フォロー。 Why? I don't know。わお、何をあげてるんですか？ YouTube の動画また編集して TikTok に載せて、すごく増えてますね。わー、 You're famous。 Unbelievable。 すごい。でも英語めちゃ上手いですね。ディズニーが好きだったから、洋画とか音楽は全部英語で聞く人だったの。それで勉強に入る。英語を小さい頃から聞いて字幕で日本語を読むから、発音は英語だけど、でも何言ってるか分かんない。真似して言うみたいな。でもすごい上手いと思います。 Really? Thank you。 でっかい夢とか。でっかい夢、私クリスチャンの家で育ったんですよ。クリスチャン、 We are family is Christian。 キリスト教、キリスト教のプロテスタントなんですね。そう、だから小さい頃から言われてたのは、あなたが世界で光を放つ存在になりなさいって言われていて、もう私は何をできるかもわからないし、自分がどんな存在になるかもわからないけど、でも世界のために日本を、日本の文化とか日本の歴史を世界の人たちに伝えていきたい、そういう発信者、表現者になりたい。それがすごくビッグな夢。本当にすごいと思います。ありがとうございます。で逆に質問ありますか？私、リゼルさんのそのビッグな夢は何ですか？私はね、なんかビジネスを、なんか今もいろいろ考えてるんだけど、一番今年は私のアパート、今作ってるんで、インドネシアで、100部屋ぐらいまで行きたいと思います。おお、すごい。はい、その近くになんか空港が今建ててるんで、なんか空港で働いてる人は多分その町の人じゃないから、だからなんか住んでるところ必要じゃないですかって思ってるから。わー、すごい、すごくビッグな夢。わー、すごい、かっこいいですね。そう、でもなんか誰かのため、何かのためって動くってすごく素敵なことだと思っていて、なんか自分のためじゃなくて誰かのためにっていうのがすごく共通点だなって思います。じゃあ他のはありますか？他は、リジルさんは歌われるんですか？前はもともとバンドのギタリストだったんですよ。あ、そうなんですか？日本で？
うん、インドネシアで。インドネシアで。高校生の時からかな。うん。やるんで、やってた。もう思いやってもいたんですけど。すごい。あ、じゃあ弾く方。そうです、そうです。これは2015。わー、すごい。あー、すごいね。まあ、歌はうまくないんですけど、うん、歌うのが好き。うん。日本の曲で何が好きですか？日本の曲だったら、ワンオクとか。ワンオク、あ。Wherever you are。 大好き、大好きだけど絶対歌えないやつ。聞く専門。めっちゃかっこいいと思うんですね。かっこいい。あと、日本語だったら、あのユリのドライフォーバーとか。あー、ドライフォーバーみたいな。そう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 。おお、なるほど。もうサビしかわからん。好きな曲とかあります？好きな曲は、うん、あ、日本だったらあいみょんさんとか、うん、あとは男性だったらバックナンバーとか、あとはミセスグリーンアップルってわかりますか？そうね、あ、ヨネズさん、ヨネズケンシさんとか、あとは、あ、世界の終わり、世界の終わり、うん、あと誰だろう、あやかとかも好き。知らないです。あ、日本ではちょっと昔にバンって爆発的に人気になった女性のアーティスト。あ、そうなんですか。あとは何だろう。でもバックナンバーは好きですよ。本当ですか？まあちょっとだけ知ってるんだけど。何の曲知ってますか？ビーバースデーとか。ああ、いいですね。いい。あー、すごい。他にバックナンバーで知ってる曲ですか？なんだろう、ヘロウィン、ヘロウィンとか。ああ、あと、なんだっけ、幸せ。ああ、それだけかな。あ、でもいい曲が好きですね。優しい曲が好きですか？そうです。逆に皆さん。私はバックナンバーは結構全般的に好きです。クリスマスソングも好きだし、あとは水平線。それは知らないんです。あとはね、なんだろう、バックナンバーは結構いろいろ聴きます。うん、歌も歌いたいな。今度また、ぜひ。でもどうやって歌いますか？カラオケ？カラオケとか、ね、うん、日本はカラオケの設備が整ってるから。整ってるって何ですか？あ、いっぱいあるから、しっかりしてるから。カラオケでしっかりと歌える。あと、いいですね。うん、歌ってみたとかを私の YouTube で結構出してます。春日の日、 My channel name is 春日の日。 It's me and my little brother. Little brother. Yes. Oh, 兄弟何人いますか？ Him. Only. Only him. So, 歌ってみたを。なんかジャパニーズの YouTuber で歌ってみたは結構有名。フェイマスな動画で、それが撮りたいって言ったら弟がいいよって言って。弟もやってます YouTube？ 弟はやってないです。あんまり表に立つことが好きじゃない子で、うん、だからこれも顔出したくないって言うから、ここから撮って。そうなんですか。皆さんも元々そうだったんじゃないですか？もともと好き。なんでなんか昔はなんか恥ずかしいって言ってた。あ、そうね、あのお母さんがちょっとだけアクトレスだったんですよ。でもあのステージアクトレスだったけど、その話を小さい頃によく聞いていて、で私も表現したい、やりたいって言った。私の顔ってすごくザ日本人って顔してるじゃないですか。そうです。そう、真っ黒の前髪で真っ黒の、ま、赤いリップで日本人の顔だから、海外のフォロワーさんとか海外のファンの人が多いんです。あ、そうなんですか。インスタグラムも、あの YouTube ライブも、インスタライブもやると海外の人がいっぱい来てくれるの。そうなんですか。やってますね、やっぱり。そう海外の。やりたいと思わないですか、TikTok？ TikTok はある、一応あるけど、やり方が分かんない。どうします？いや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 
いいけど。ほらもう全然やり方がわからないの。もうすごいでしょ。教えてほしいです。まだ始めたばっかりで。はい、探すんですかね。これかな。私もまだまだなんだけど。8万K やり方を教えてほしいぐらいです。私もまだ分からないですよ。YouTube だったら教えますけど、ね、YouTube 教えてほしい。聞いて、うん、教えてほしい。伸ばし方を。伸ばし方か、うん、